それではやっていきって、え？ちょっと、最速クリアタイム39分って何？しかもクリア率 0.1% か、これは発狂確定コースだな。そう思うでしょ？でもこのコースをあっさりクリアする天才がいるんです。その名も、レイ。いいからさっさと行け。ごめんなさい。ではまずここから行きます。なるほど、タイトル通り、それぞれの部屋にあるピンクコインを集めて進んでいくってことか。まずはこのファイアーバーを避けていくステージっぽいね。なかなか判定がシビアになりそうな気がするが、って何やってんだよ。一種の心の迷いというやつです。それらしいこと言ってんじゃねえ。はい、なんかこのツタのところは厄介そうなので、違う扉からやっていきたいと思います。ということでお邪魔しまびのぎおん。おっと危ない危ない。ここは大量のテレサの隙間を通っていくステージみたいだな。よし、これならなんとかいけるかも。正直さっきのツタのところも B ボタンをしながら行けばいけそうだしな。ドキドキするんだぜ。よし、いける。ほんとギリギリのところだな。ふぅ、ってまだあるんだ。まあでもこんなのなら余裕。皆さんいいですか？この天才の動体視力、とくとご覧ください。皆さん、このバカのクズプレイが見れますよ。え、マジかよ。今じゃー、たー、はい天才ー。マジかよ、まさか本当に一発クリアするとは。まあ天才なので仕方ないでしょう。これからはテレサくぐりの達人と呼んでください。おい人の股を躊躇なくくぐる達人。それただの弱虫じゃん。ん？何これ、スター？これはもしかしてスターが切れる前にピンクコインのところに行かないといけないんじゃないか？なるほど。ではここもサクサク2枚目いただいちゃいましょう。って、やばいー。あー、やー。うるせえな。さあ今度はどうでしょう。今回は行き過ぎないように気をつけるんだぜ。よし、いい感じじゃないか？それではピンクコイン、ゲッチュー。ここは意外と安定してピンクコイン取れそうな気がするんだぜ。よし、この調子で4つ集めるとするか。それではまだやってないところ行ってみようか。この土管でいいのか？お邪魔しまびのぎおん。なんか上に続いてるね。お、扉があるんだぜ。それでは頑張るぞー。トゲの上にカロン。なるほど。この天才、ジャンプしながら気づきました。このステージ難しい。下まで続いてるのか？このステージが鬼門な気がするんだぜ。イエス。タカスクリニック。真面目にやれ。おお、これいい感じじゃない？あふん。一旦下に降りてカメかカロンを踏んで、ワンクッション入れないといけなかったみたいだな。これは長くなりそうな予感。はい、あまりにきつかったので、先にこっちからやります。諦めたのかよ。諦めたんじゃありません。ドロップアウトしただけです。ほとんど意味変わんねえ。まさしく私こそはドロップアウトがある。遊戯王ネタやめろ。ちなみにカットしてますが、これは3回目の挑戦です。ちょっとマリサ、なんで言うのよ。騙してうまいですアピールするようなチャンネルじゃないだろ。ありのままを報告するんだぜ。皆さん、私はうまいですよ。霊夢、視聴者の方ほぼ全員が今首を横に振ったはずなんだぜ。見ましたか？無事クリアー。4回目で、それを言うなー。まあでもここもクリアできたからいいでしょう。あとはさっきのトゲゾーンだね。言っておくがピンクコイン4つ集めるんだぞ。ということはやられずに4つクリアしないといけないんだぜ。よし。帰りましょう。バカ野郎。ほら、行くぞ。ここだね。ここでワンクッション入れてっと。いけー。さー。今のは惜しかったな。長い、長すぎます。かれこれ30分はやってるな。お、きたー。どうでしょー。お前、とんでもないことしてくれたな。だって仕方ないじゃん。私だってびっくりなんだよ。ねえマリサ、お願いがあるんだけど。断る。まだ何も言ってませんか。あの、できれば今回はリタイアという形にしていただけませんか？言い訳ねえだろ。前回のパートのヤグラステージでもお前さらっとリタイアしてるし、今回はクリアしてもらわないと困る。そこをなんとかよろしくお願いいたします。断る。ほら、さっさとカットなんだぜ。はい。どれぐらい時間が経ったかわかりませんね。でも、これは？きたー。ピンポイーン。ようやく取れたな。よし、じゃあいよいよ4つ揃えに行くんだぜ。頑張るぞー。そう意気込んだ霊夢たちでしたが、なんとあの後約1時間20分ほどかかってしまいました。え、そんなの嘘だろって、そう言われるかと思い、ストップウォッチで測った写メがこちらです。いやー、きつい。あ、それでは私は編集に戻ります。ではでは。やーべっぴゃぴゃー、ひゃいひーガラッコプー。クライアントサービスリスリスリスマルクからの競輪選手は牧之助。完全に霊夢が壊れてる。仕方ない。おい霊夢、ちゃんと視聴者さんに謝ったらリタイアを許すんだぜ。え、ほんとですか？このままじゃ終わらねえし、仕方ねえだろ。
全国の霊夢ちゃんファンの皆さん、お前のファンに限定すると謝る方がいなくなるからやめてくれ。なんでしょう、目から汗が。全国民の皆さん規模が大きすぎる。今回は残念ながらリタイアということになりますが、許していただけませんか？ありがとうございます。勝手に決めるな。そして今ウプ主はリタイアするか悩んでるところですが、今回は本当に申し訳ありませんでした。それではここまでのご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。